表面にある実は油がねとても大事で、涙腺ってどこにあるかっていうとね、ここにあると思ってる人多いんですよね。おお、違うんですか。みんなで生きよう100年チャンネル。どうも梶原です。タカポンです。よろしくお願いします。冬はね乾燥するからドライアイっていうの直感的に分かりやすいんですけど、夏もね目が乾くんですよ、すごく実は、うんうん、クーラーガンガンにかけててもおせんべいとか出しとくとすぐ湿気てくるんですよ。まあ、そうです ね、あれ不思議ですよね。乾燥してるはずなのに湿気るものは湿気るんですよね。だから湿度っていうのはなんか単純なものじゃないのかもしれないですけど、とにかくね夏乾燥するドライアイになるっていうのはエアコンの風、それからハンディ扇風機なんか使ってる人はそういうのの風で結構目乾いちゃうんですね。あ、最近僕の目が乾くのってそれかもしれないですね。使ってんだ。もう愛用してます。愛用してんだ、はい。うん、ドライアイの原因ですけどね、簡単に言うと涙が少ないって話になっちゃうんですけど、実際にはねそういう単純なものではなくて、乾きやすい涙の質になってしまうと乾きやすいんだということになっちゃうんですよ。それからね、表面が荒れてくると刺激に敏感になっちゃってね、タバコの煙とかねちょっとした温度差とかで涙が出てきたりするんですよね。そういう風にね、普段自分はドライアイじゃないと思っていても実はドライアイだったらすることはよくあるし、まあ、ドライアイが原因で逆に涙がバッと出てきたりすることもあるんですよね。夏はそういう風にねエアコンの風とかでドライアイになりやすいんで、気をつけていただくために涙のね復習から入って、それからご自身でですねケアするとするとこういう点に注意しましょうってお話もするので、まあ、最後まで見てくれたらなと思いますね。え、じゃあこの動画見ればドライアイ良くなっちゃうんですか。うん、必ず良くなると思いますよ。あ、いや絶対見ましょうこれは、はい。涙はですね、表面をですね覆ってるのは粘液って言ってね、少しそのネバネバした液なんですよ。まあ、粘液っていう薄い層があってですね、その上に水分が乗っかってるわけです。単純な水分ではなくて、目の表面を健康に保つためのいろんな物質が入ってるんですね。で、まあ我々はそういうのをねカクテルっていう風な呼び方しますけど、そのさらに表面ですね、一番外側は油分が覆ってるんですよ。で、一番なんていうんですかね、表面ですけど薄い油の層がこう覆ってるわけです。まあほとんどはね涙の成分は水なんですけど、表面にある実は油がねとても大事で、そういう油はどこから出てると思いますか。どこからって、でも、うん、涙と一緒に出てくるってことですか。違うんです。それ、え、違うんですか。うん、涙腺ってどこにあるかっていうとね、ここにあると思ってる人多いんですよね。お、は、え、違うんですか。それも違うんですか。涙腺ここです。あ、こっち側、こっちです。へえ。そう、ここからね涙出てきて目の表面をこう横断してですね、目頭にある穴から鼻へ今度抜けていくんですよ。へえ。っていう流れをいつもこうしてるんですね。鼻に抜けるのが最後の排水口だからね、目の表面を横断していかなきゃならないから、涙腺ってこっちにあるんですね。へえ。なんか涙たらって出てくるとき、このそう、ね、こっから出てくるから、うん、こっち側から出てるんだと思ったけど、うん、それはねまぶたがこういう風にまばたきするときに外側からこういう風に動きをしてるんですよね。へー。だから全部涙は鼻が寄ってくるんですよ。あ、それで溢れてきてここで最後に流れるんですね。そう、そうそうそう。へー、すごっ、うん、体ってね不思議ないろんな仕組みがあるんですよね。涙をね水分が乾かないように守ってる油ですけど、これで説明しましょう。はい。油はね、まぶたの断面を見ると腱板って書いてありますけどね、はい、軟骨ぐらいの硬さの組織があってね、まぶたの形を保ってるわけですね。で、筋肉によってまぶたを上げたり下げたり縮めたりするわけですよ。腱板の中にですね、マイボーム腺っていう構造があるんですね。ここで油がじわ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 作られて、上の方から下の縁の方、下のまぶたで言えば下の方から上の方へ向かってね、油が徐々にこう運ばれていくわけです。まつげのちょっと内側に穴が一列開いていて、そこから油がじわじわ出るわけです。そしてまばたきするたびに涙の表面に広がって、涙が乾かないように油の層が守っていると。単純に水が足りない、涙が足りないっていうドライアイは2割程度しかいないんじゃないかって言われていて、じゃああとの8割ぐらいはね何かっていうと、油分が量が少ないとかね、出が悪いとかですね、涙となじまないとかね、まあ、いろんな問題があるみたいですけどね。このマイボーム腺から出てくる油に問題があって目が乾きやすいっていう人が8割ぐらいになるっていう話らしいんですよ。それでドライアイになってる人が多いから、マイボーム腺のケアをするといいですよっていう話です。はい。じゃあこれからやるのはそのマイボーム無線のケア。そうそうそう。うん、ぜひ教えてください。はい、じゃあやってみましょう。はい。はい。
まずね、あったかいタオルで、まあ、数分ですね、このまぶたを十分あったかくして、油がよく動くようにしてもらって、それからマッサージをしますね、はい、それからツボを刺激するものですね。ツボはねかなり個人差があるから必ずしもマイボーム腺に効きますよってわけではないんですけど、効果が出る人は出ますから、それも加えてやってみましょう。はい、はい、じゃあこうやってね目を軽く閉じて、はい、なるべく上から下への動きでやってみてください。上まぶたですね。はい、下へ向かってね、気持ちいいですよね。で今度は下のまぶたを下から上の動きでなるべくやってください。はい、まあ、気持ちいいやり方でいいんですけどね、うん、あるいは今15秒しかやってないけど、まあ、もっと長めに本当はやってほしいです。それからあとツボはね、この眉毛の内側3分の1ぐらいでちょっと他の場所より痛みを感じるようなところですね。痛気持ちいいぐらいですね、うん、はい、じゃあ今度はこめかみですね。ここですね、はい、この一番へっこんでるところです。ちょっと顎をグッと噛むと少し筋肉が膨らむところですね、はい、はい、こんな感じですね。はい、いや、気持ちよかったですね、はい、うん、気持ちいいですよね。もう少し積極的にマイボーム腺をきれいにしたい、セルフケアしたいという方のために違う方法をご案内しますね。はい、はい、じゃあ綿棒ですね、まあ、いろんな綿棒あります。清潔さを重視する人はね、一本一本包まれたやつっていうのもありますから、まあ、そういうものを使ってもらってもいいと思いますね。こういう綿棒を使ってね、きれいにしていくんですけど、上のまぶたですね、こう指でもいいし、それから他の綿棒でこうやって引っ張ってもらってもいいんですけど、ちょっとこうね張力を与えておいて、こうやって上から下ゆっくり、マイボーム腺の中の油がね、下へ、上から下へ流れていくように軽くマッサージしてもらうと。もちろん指でもいいでしょ、こうやって。あ、下のまぶたも同じように。先生鼻高すぎて押さえづらそうじゃないですかそう、こうやってもらってもいいし、もちろん指だけでやってもらってもいいです、はい、こうやってね、上に向かって、上のまぶたは上から下、下のまぶたは下から上にこう流すってことですね、うん、そうですね。要するにマイボーム腺の出口、開口部に向かってこうやってマッサージをしてくださいねってことですね。本当を言うと、ここがねうまく流れなかった人は今ので出てきてますから、綺麗なやつでこう拭いてもらうといいんですけど、ただねこのまぶたの縁って触られるとものすごく不快な感じするんですよね。自分で触ってもすごい不快な感じします。まばたきしてればね自然に流れていっちゃうから、そんなに神経質になる必要はないです。嫌な感じだったら無理してやる必要はないです。そんな感じでマイボーム腺のセルフケアの方法をご紹介しました。どうでしたか？積極的なねマイボーム腺のケアでした。手でやるのはなんとなくねみんなやってると思うんですけど、綿棒を使うのはもう初めて知りました。うん、まあそうやってね、マイボーム腺のケアをしてもらって、ドライアイの改善に少しでも役に立てばと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、どうですか、今日の動画役に立ったでしょうか。役に立ったと思ったらいいねマークとチャンネル登録をお願いします。お願いします。はい、ベルマークを押してくれると動画が上がるとお知らせが来ます。はい、チャンネル登録をするとベルマークが出てきます。それじゃあまたね。